教養学部総合文化研究科の長谷川でございますどうぞよろしくお願いいたします自己紹介ということで今竹内先生のお話に刺激されましてあの東大一犬バカを辞任しますのでこれがうちの犬でございます <laughs> で隣がうちの家内でございましてほとんど同じぐらいの大きさなんですけれどもこの犬菊丸と申しますであのブログやってまして菊六って言うんですけどもこの中では菊丸が大阪弁でしゃべってますので <laughs> どうぞあのご覧いただければと思います実はこの菊丸はですね竹内先生の研究室のでご紹介いただいた犬で竹内先生ともあの、えー、親しい犬でございます えー、駒場で私学部長やってた時には、毎日この犬がですね、学部長室に来ておりました。で、いろんな会議にも出ていて、まあ、駒場のあの、大学兼みたいな仕事をしています。ということです。 で、あの、私のあの仕事なんですけれども、えー、大きく縦軸横軸で分けますと、心心理学の研究と、それから、えー、生物学ですね、特に進化学、行動学の研究。それを人間に対、人間を対象にする研究と、動物を研究にする対象。 えまあ動物の心理学をやったり動物の行動学どういう苦弱のオスが持てるか持てないかとかですねそれからあの普通の人間の心理学えうちの研究室ではえ自閉症のお子さんの認知発達なんかを扱っておりますそれから我々人間のえ行動や進化に関する研究ということも行っていますえ本日は主に ま、この、これらの領域にまたがって、我々の心というものが、ま、どういうふうに生まれて、進化してきたかについてお話ししてみたいと思います。で、私もあの、竹内先生と同じように、え、動物、動物を対象に、ま、これは私のあの、対象にしてきた様々な動物でございますけれども、え、あの、動物を研究してきました。 ですので、後ほど竹内先生とあの、えー、いろいろお話できることを、まあ、楽しみにしております。で、えー、最初のえ、えー、っとスライドがですね、これでございます。これはあのゴーギャンの、えー ですね、非常にこう有名な絵なんですけどもかかあの、かなり大作です。今矢印がついている左のところにですね、フランス語でこのように書かれておりまして、まあ、日本語で言いますと、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか。これはあの人間にとって、特にまあ人文系の,あの研究者、あるいはまあ一般の方々も含めてですね、えー、人類に一番普遍的な問いではないかというふうに思います。 で、ゴーギャンは画家として作品として表したのがこの絵という形になります。まあ、あの死ぬ2、3年前にタヒシで描いた大きな絵でございます。で、今日はこの問題を生物学的なアプローチからこの問いに対してアプローチしてみようということでございます。で最後の我々はどこへ行くのかというのは非常に大きな問題で、これは今日はもう本当にあの触れることはほんの少ししかできませんけれども、えー とても大きな問題だと思っております。で、生物学者として、今の我々がどこから来て、何者か、どこへ行こうとしているのかということを最初に真剣に考えたのは、言うまでもなくチャールズ・ダーウィンでした。19世紀の、まあ、偉大な思想家であり生物学者ですけれども、これがダーウィンの若い時期。こちらの方が皆さんお馴染みの晩年のダーウィンです。で、ダーウィンは、 えー、ビーグル号の航海から帰ってきた直後、えー、29か30ぐらいの時ですね、まあ、あの彼が生まれたのは、えー、9年でこれが38年ですから29歳の時の,、えー、あの彼の研究ノートに、えー、こういう絵が描かれています。でこちらはですね、えー、と現在の,の、えー、生物人類学の教科書ですね非常にこう似ています。 どちらもですね、生物の歴史を図で表していると。でそれぞれの,あの先端に A、B、C と書いてありますけれども、それぞれの生物は創造,創造主である神,神様がですね、別々に作ったのではなくて、それぞれにつながっていると。えー、歴史性を持っていて、その歴史性はあの、えー、一つのところに、えー、あのつながっていく。 でこちらも後でもうちょっと詳しくご説明しますけれども、ここに人がいます。ここにチンパンジーがいて、ゴリラがいて、オランウタンがいて、我々は生,生命の木を形成しているわけですね。で、それぞれの最先端にまあ今生きていて、だから人間が一番偉いわけでもなく、すべての生物は進化の最先端にいて、しかしそれぞれの生物は歴史性を持っているということをダウィンは29歳の時に、まあ、あの、 この別賛で表せられるようにしっかり見抜いていたわけです。で、我々がこう進化っていうことを考えたときにはですね、普通、えー、あの、恐竜の進化だとか馬の進化だとか、形のあるものの進化を考えがちですけれども、心についても進化を考えることができるのかどうか。で、心というのは見えませんので、化石にも残りません。だから、 心がどこから生まれ、どういうふうに進化してきたのかっていうことはですね、なかなかあの、研究しづらいことだと、まあ、普通の方は思われると思います。で、その通りなんですけれども、しかし、先ほどの、まあ、私が動物研究をやり、人の研究をやり、心理学の研究をやり、進化学の研究をやることによって、心の進化をたどる、いろいろな攻め口といいますか、アプローチが、あの、あることが、あの、わかります。 ま、ここに1から7で、これから今日のお話では、駆け足でですね、1から7まで、ちょっとごせ、あの、ご紹介してみたいと思います。人類が、人類の歴史、えーまあ、人類とチンパンジーが最後の最後まで一緒で、そこから分かれたんですけども、チンパンジーと分かれて、今我々の時代まで、600万年前、万年とか700万年ですね。で、それを、これから、 45分ぐらいでお話ししますので非常に駆け足でお話しすることになると思いますでは早速ですがその1のところでですね遺伝的に禁煙なしとの比較ということでお話しさせていただきますで A という生物と B という生物と C という生物がいてですね えー、B と C という生物が同じ、まあ、ここでは黒い、あのー、印で書いてありますけど、同じ特徴を持っているとするならば、これらの特徴は、最も節約的に考えれば、B と C の共通祖先のこのあたりで、えー、生まれたものではないかと、えー、推測することができます。もちろんそうでなくて、こことここで別々にたまたま、 あの揃ったという可能性も排除できませんけれども、えー、確率的にあり得ることは、えー、こういう性質があったならばこの辺でかなり古いルーツを持った特徴ではないかということが考えられます、えー、このように、えー、形質の類似性が共通祖先から生じたものである場合、えー、ホモロジーという言い方を進化学ではしますさてそこでここにゴリラここにチンパンジー ここに人を置いてみましょう。えと思われるかもしれませんけども、次の図でその根拠をおあのご説明いたします。これは先ほどのダーウィンの,あの図の隣にあった、えー、最近の、えー、生物人類学の、えー、教科書から取ってきた図です。で、我えー、現世の、えーま、人類、えー、今示しますけど、ここの丸ですね。 ここで、えー、アフリカ人だとか、ヨーロッパ人だとか、日本人なんかの血液サンプル。で、それぞれの、えー、他の大型類似猿の、えー、生体サンプルを取ってきて、それの塩基配列、DNA ですね、の類似性を比べて、それを、えー、統計的に処理して、進化の、えー、じゅう重、ん、軽ト樹を書いたものですね。そうしますと、チンパンジーがここに、 位置します、えー。ここに大きな枝がありまして、こちらにも大きな枝があってですね。えー、最後に枝分かれしたのが人とチンパンジーということになります。で、左側がですね、これがゴリラの枝です。で、右側の方に出ているのがオランウータンの枝です、えー。ここであの質問なんですけれども、えー、チンパンジーにとって一番近しい生物は何でしょうか？というとですね、チンパンジーから見て一番近い生物は 実ははゴリラででななくて人なんですねこれはすごく直感にあの反します。えー、ですので、あのー、我々はですねしばしば人チンパンジーグループという言い方をします。であとで、あのー、生物界における人の、えー、地位についてはもう一度あの、えー、とご説明いたしますけれども、えー、ここにあの2つの生物がいます、えー。真ん中がチンパンジーです。えー、両端にいるのが 実はこれは私の三十数年前のまだ毛がたくさんあった頃の私でございますけれどもこれは私の,あのさっきのブログに出ていたあの配偶者で妻でまあ長谷川真理子っていうあのやっぱり同じ生物学者ですが私と違って進化しているのでちゃんと二 <laughs> まあそういう冗談でございますけれどもえ我々はチンパンジー1グループの。 でこれはあの人族、この場合の族は部族の族を当てる人族ですけれども、人族というグループの一員です。えー、昨日の新聞でも、えー、アメリカではですね、チンパンジーに対して、新、え、種、ー、的なじあの実験は一切やめるということをあの報道されていましたけれども、えー、人に準ずる、えー、生物と言ってもいいかもしれません。 ま、それその問題に関しては、先ほどの竹内先生の問題と同じですどこまでが、その生物の境界、あの、心を持つ生物の境界なのかというようなことともまあ関係してきます。まあ、いずれにしても、えー、分子生物学のレベルで、その進化の木を書いてみると、人に一番近い生物が、あの、えー、チンパンジーということになります。<laughs> えー、で、では、先ほどの問いに、 戻ってですね。人とチンパンジーで共通で、ゴリラが持ってない性質ってあるんでしょうかそんなこと多分、あの皆さん、ほとんど考えたことないかもしれませんけれども、実はあるんですね。その一つが、肉食です。えー、霊長類、あの、えー、霊長類わかりますね。猿の仲間、猿や類人猿の仲間は、世界中に約200種類、 住んでいますけれども、そのうち常習的に肉食をする猿類、霊長類は人とチンパンジーだけです。右の上には、まあ私たちが研究してきたアフリカのタンザニアで、まあ、撮られた写真ですけれども、ここで肉を持っています。で、もう一頭のメスの方がこのオスに対して、その肉分けてくださいよというふうに、あの、要求しているところですね。 で、こちらは、あの、タンザニアの狩猟採集民のハツアと呼ばれる人々が、これはキリンですね。キリンを射止めたところです。えー、我々もチンパンジーも、えー、狩りをすると。で、チンパンジーはどういう生物を狩りをするかっていうと、これは、あの、私たちが、あの、研究をしてきた、えー、調査地での、えー、10年間、10年以上のデータを、えー、まとめますと、一番多いのはアカコロブスっていう、ここに、 あの写真がございますけれども、えー、あの普通のサルです、えー、類人ではない、えー、同じ森に住んでいる別のサルをえ非常に頻繁に狩猟しているということがわかりますまあ赤っコロブスにとって一番のその天敵はチンパンジーだということが分かっていますまあそのほかにも他の黄色ひだとかですねほか、えー、のサル類そのほか霊葉だとか、まあ、野生のイノシなんかを食べていると。 ということで,、えー、とことで狩りをするという点で狩りをする猿というのが人とチンパンジーのまあ共通点の一つということが言えると思います。それからこれはですねまあ私が何でアフリカに行ってわざわざチンパンジーと一日中ああのチンパンジーを追いかけて暮らしているかというと、まあ、こういう絵を結果的に描けるからなんですけれども、えー、ここでは左の上がテナガザルそれからゴリラ えー、オランンンンウタンチンパンジーですでそれぞれの類人猿がですねどういう暮らしをしているかという社会の、まあ、模式図ということになります。でテナガザの場合はオスとメスが夫婦で暮らしておりましてただしこの夫婦は、えー、付き合いがほとんどありません。 えー、A 家族と B 家族 A のご夫婦と B のご夫婦の間で一緒にご飯に行きましょうというような話は一切なくむしろあの敵対的な関係です、まあ、縄張りがあるということですねでゴリラの場合には、えー、ここであの一夫多妻の社会を作ります、えー、一頭の雄に複数のお夫さんがいるということですねでオランウータンの場合はどうかというと、えー、それぞれがですね 別々に暮らしています。えー、というのは、えー、オランウータンは一番この、あのー、4種類の中でフルーツに依存する割合が高い、えー、類人猿でして、フルーツに依存している限り一緒に暮らすことが非常に難しいんですね。フルーツっていうのはたくさん一時期に実るとは限りませんので、えー、基本的に、えー、個人生活者です。えー、で、えー、オスはですね、 複数のメスの縄張りを覆うようなあのそういうあの縄張りを構えますけれども、えー、普通の生活はほとんど出会うことがなく一人暮らしと森の中で、えー、孤独に暮らしているのがあのオランウータンの特徴ということになりますさてチンパンジーはどうかというとチンパンジーは唯一オスが比較的一緒にいます、まあ、ほとんど一緒にいると言ってもいいかもしれません で私とか、家内とかがずっと一日中で、僕は主にオスを追いかけてましたし、家内がメスを追いかけてたんですけども、一日の中で一番普通な時間、普通の時間のお過ごし方は、オスにとっては他のオスと一緒にいることなんですね。だオスの間の仲間関係っていうのはとても大事ということになります。対して、メスはどうかというと、メスは一人暮らしです。ちょうど、えー、オランウンタンと同じで、えー あの一番普通の時間,時間はあの一人でいる時間が一番多いということです。まあ子供を持っていれば子,子供とお母さんだけ。で、えー、果物が豊富な時にはメスたちも集まるしオスとも一緒になる。で、発情すれば、まあ、オ,スオスのところにこうくっつきながら一緒に動くということになります。じゃこのオスたちはこのどういう関係にあるかというと隣接する、えー、オス同士の間には非常に強い敵対関係があって このオスたちは自分たちの縄張りを命をかけて守っている。これがチンパンジーの社会ということになります。で、今日は YouTube、直接はお見せしませんけれども、YouTube でバイオレン n チンパンジーアタックあるいはチンパンジーと戦争のウォーとかですね、いうのを検索していただくと BBC の YouTube が出てきます。 先ほどの隣接するチンパンジー同士はですね、ここで殺し合いをするということが知られています。去年ですか、ネイチャーにこれまでのチンパンジーの殺し合いの全てのデータを総括する論文が出ましたけれども、これは例外的なことではなく、いろんな地域で見られていると。 で、私たちが観察してたグループでも、隣接する大きな集団と小さい集団で、小さい集団のオスたちが一頭また一頭と姿を消して、最終的にその集団は消滅してしまいました。で、大きい方の集団が残り、最終的に小さい方の集団にいたメスたちは全部大きい集団に移りました。すなわち、戦争で勝ったオスたちは、メスを手に入れたと言っても過言ではありません。 同様な研究はアフリカで私たちが研究していたところ以外にも2カ所で集団が絶滅したという、まあ、ヤクザの構想のような、そういう、あの、報告が、あの、知られております。えー、人間に関して言ってもですね、これ、あの、動物行動学の教科書から撮ってきた写真ですけれども、え、ニューギニアの高知人、えー、小規模伝統社会に住んでいる、えー、 ダニと呼ばれる先住民ですけれども、えー、そこでは、えー、槍の向きを見てみますと、えー、こちらの集団とこちらの集団で、えー、オ,スんオスじゃないですね、男性同士が、まあ、非常にあの、えー、敵対した関係を持っているということです。で、人類学者たちは、戦、え、士、ー、戦士時代ですね、えー、小規模伝統社会でどれぐらい頻繁に、いわゆる、まあ、部族間の構想、 え、殺し合いを伴う、え、まあ、小規模な戦争が起きるかということを、え、調べてまいりましたけれども、その頻度は決して稀ではなくですね、え、現代の、え、現代社会の殺人の比率よりむしろ高いということを、まあ、明らかにしているわけです。戦争に限らず、まあ、我々はですね、これはあの、オールブラックスのホームページですけれども、え、男たちはですね、 えー、連帯して自分たちの強さを、えー、ひけらかしオス,オスの集団とオスの集団がぶつかり合うという、えー、事態はですねあのい,いろいろあるわけですね。まあ、戦争に限らずスポーツに限らず、えー、男同士が、まあ、政治なんてのは一番そうだと思いますけれども、えーまあ、現代社会は例外としてですね えー、オスたちが連合するでこれはあのチンパンジーと、まあ、人に、えー、共通な側面と言えるだろうとあの人類学者たちは考えていますではじゃあ我々はですね古来より戦争してきたので戦争というのは人間に染みついた本能なのかということが当然、まあ、懸念されるわけなんですけどもそれに関しては是非この本を読んでいただきたいと思います。 これはあの、スティーブン・ピンカーという、あの、認知科学者なんですけれども、今年か去年か翻訳が出た本で、現状の方は、まあ、アメリカで3年ぐらい前に出ましたかね、あの、ニューヨークタイムズのベストセラーになりました。暴力というものが、この600万年の間にどういうふうに変遷してきたかということを、ピンカーは、さまざまな具体的なデータに基づいて俯瞰しています。 その結果、えー、暴力というのは、えー、近代に向かって、まさ、また現代に向かって、確実に減少しているというのがピンカーの答えです。えー、つい先日パリで、えー、テロがあったことは生々しい記憶ですけれども、ああいうことを見ればですね、現代社会は、まあ、暴力に溢れているというふうに思われるかもしれませんけれども、テロの件あの、相対的な件数でさえですね、 えーあのえー、減少ににあるというふうふ、まあ、ピンカーは言っています。まあ今回の,あのパリのテロをどう考えるかはまた別の問題でいろいろ凸凹がありますので、えー、じゃあななんでそのテロは減っているのかまた国家間の戦争は減っているのか、えー、1945年以降ですね大、えー、国同士の戦争は直接戦争になったことは一度もありませんし えー、いわゆる国家が消滅したこともほとんどないと。えー、もうちょっと個人のレベルで言っても、えー、殺し合いとかですね、えー、まあ、殺人とかですね、虐待なんかも減っているということを、まあ、ピンカーはこの本の中で主張しています。えー、まあ、それについては今日、あの、それだけでまた長い話になってしまうので、えー、ここではこれ以上お話しししません。さて、ここに人がいます。 これチンパンジーで、もう一つボノボという、あの、ボノボとチンパンジーはチンパンジーの仲間なんですね。で、このチンパンジーっていうのは結構攻撃的で殺し合いをするんですけども、ボノボは、まあ平和なチンパンジー。え、あの、住んでいるところが違います。で、食べ物も違っていて、ボノボの方が豊かな森に住んでいます。で、えー、まあボノボ、チンパンジーで、まあ、オスの連合が特に強いのはチンパンジーの方と。で、ゴリラの方はどうかっていうと、 一頭のオスが複数のメスを独占していますので、オスの連合というのはありません。まあ、たまに、あの、一人暮らしをするオスたちが一緒に暮らすということはありますけれども、えー、繁殖に関して言うと、複数のオスが一緒になって縄張りやメスを守るということは、えー、ゴリラはいたしません。 えーまあ、これに付随して食物の分配だとか政治的な行動だとか集団間の暴力格好付きの戦争なんかは、まあ、特に普通のチンパンジーでよく見られています。それから狩りに関しても、えー、よく見られているのは普通のチンパンジーであって、えー、ボノボの方はこれはマイナスって書いてありますが、えー、最近少しだけ報告がありますが極めて例外的です。えーまあ あのボノボは森非常に豊かな森に住んでいるので類人猿の本来の食べ物である果実十分な果実がある環境で住んでいるので、まあ、肉食もなければ、まあ、暴力もも少ないと言えるのかもしれませんさて、えー、と先ほどの図に今度は右側でですねここだけが黒であるとでここでまたもう一度ゴリラチンパンジー人。 えー、人だけで固有なこと。こんなことはたくさんあるわけですよね。先ほどの、あの、え竹、ー、内先生の話じゃないですけども、高等な心を持っているとか、理論、物理学ができるとかですね、えー、新幹線を走らせられるとか。ただしそういうことではなくて、小規模伝統社会、資料最終民のような、えー、文明以前の人たちも含めて、人間に固有なことってどういうことなんだろうか。そうすると、 そういうもののルーツはチンパンジーと別れた以降に我々に身についたものだというふうに考えられます。そののつが女性同士の絆ですチンパンジーは先ほど申し上げましたように女性は基本的に一人暮らしです。たまに一緒になるんですけれども女性同士が力を合わせて子育てをお互いに手伝うとかですねいうことはいたしません。 ところがこれは、え、これもタンザニアのハッサと呼ばれる人たちですけれども、え、一緒に、え、あの、採集に行って、え、木の実だとか、え、お芋なんかを持ってきて、アク抜きをして、調理をして、みんなで食べ物を共有して、それでみんなで子供を育てると。子供の育て方が一番違うわけですね。それからおばあさんという存在です。ここに老婆がいて、おそらくこの女性のお母さんで、 これは孫にあたる存在だと思いますけれども、孫の面倒を見るということです。今ここで2人の女性の一生というものを比較してみました。で、上が人です。これ実はダーウィンの奥さんです。ダーウィンの奥さんは、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども、イギリスのウェッジウッドのお嬢さんなんですね。非常にあのお金持ちのお嬢さんで。ダーウィンが世界一周の旅をか、 あの、終えるのを待ってたかのようにですね、えー、なかなか結婚しないで帰ってきてダーウィンと一緒に結婚、一緒になります。で、えー、その後31歳で子供を産み始めて48歳まで、えー、実に10人のお子さんを設けています。で、一方チンパンジーの方はどうかっていうと、所産が13歳で、これあの、チンパンジーの世界記録でですね、今、あの、一生に9回出産したという、えー、フィーフィー、 f IF IF i f i, フィフィと呼ばれるチンパンジーなんですけれども、えー、死亡する、えー、46歳の年まで子供を産んでるんですね。で、チンパンジーは最大で50歳ちょっと、50, 50と55の間まで行きますけれども、これまで50歳以上のチンパンジーのメスの出産例は世界各地で報告されていると。要するに死の直前まで、えー、チンパンジーのメスは子供を産み続けるので、 人間でいうところのおばあさんきというものはありません。これは何を意味しているかというと、女性は平経があり、平経の後は自分自身が子供を産むのではなく、自分の、まあ、主に近親者の子供たちの世話をするという、あの、それが人間の特徴なんですね。一部、あの、クジラのメスでこれがあ,あおばあさんきがあるんじゃないかっていうあの説もあるんですけど、まだあの確定的な証拠ではありません。 哺乳類を全部見渡して、おばあさん期があるのは、ま、人間だけということになります。えー、結局のところ、えー、何が違うかというと、あ、まあ、これまとめてありますけども、人の場合は、えー、繁殖の開始年齢が遅い。ちょっとこの、この方は特に遅かったんですけれども、えー、普通の小規模伝統社会でも10代後半にならないと子供を産み始めません。一方、チンパンジーの場合は12か13ぐらいで子供を産み始めます。 で、その後、えー、こちらは出産間隔が非常に短いですね。こちらは出産間隔が長い。どうして出産間隔が長いかっていうと、子育てはお母さんが一人で行うからです。ところが人間の場合は、子育てはみんなで行うんですね。そうしますと、えー、集中的に子育てをできることができあ、子育てできるようになりますので、それで、えー、あの、短い出産間隔。 最後の方にちょっと申し上げますけれども、人間が人口爆発。これだけ世界中に何十億って人間がいるのはですね、えー、チンパンジー的なあの作りをしてたら、こんなにあの増えることはないわけです。社会の中で子供を育てていくということによってですね、えー、と人間は、その、えー、非常に手のかかる子供たちを非常に効率よく育て,てることができるようになりました。えー、先ほどと同じように、 えー、ゴリラ、えー、ボノボ、チンパンジーと人を対比して人に固有なところに青がかかっています。女性の絆、男性の子育て、養育に関するまあ関わりですね。もちろんお父さん行動ということ、夫婦があるということですけれども、えー、それとおばあさんの存在。これらはいずれも子育てをみんなで一緒にやる。これを生態学の用語では共同繁殖というふうに言います。 我々は霊長類の中では非常に珍しく、唯一ではないんですけれども、共同繁殖をする生物で、他の類人猿たちが、お母さんだけが子育てをするという、そういうあの生き方を変えてしまったわけですね。先ほどあの写真で見ていただいたように、共同体生活をすることによって子供を育てるようになりました。で、あの、我々の 心がこれほど豊かなのは確かに脳が大きいことなんですけれども脳というのは非常に、えー、代謝の上ではコストの大きい期間ですまあ皆さん方の皆様の脳の大きさっていうのは体重の約2%なんですけれども1日のうちに使う、えー、代謝の量でいうと約20%ぐらい消費していますだからものすごく燃費の悪い期間なんですね、えー、それはあの神経系という こあのことのあの特性ですけれども、さまざまなエネルギーを必要とするということは、普通脳というのは何かいいことがない限り、生物界では大きくならないわけです。えー、で、それそれだけの余裕もないわけなんですけれども、えー、人間の場合、えー、まあ、類似猿も他の霊長類に比べて脳は大きいんですが、これだけ脳が大きくなってきたというのもですね、えー、みんなで子育てをする、まあ、共同繁殖っていうのは。 社会の中で子どもを育ててきたということがですねあの、えー、脳を大きくさせることのできた一つの要因だろうというふうに考えられています。でここまでちょっと掛け足でまとめますと自然界における人の位置ですが。 まあ我々は哺乳類の中の霊長類の中のヒトジョウカこれにはテナガザルも含まれますだからヒトカの一員ですこれにはオランウータンも含まれますヒトアカといった場合にはゴリラまで含まれてヒト族といった時にはチンパンジーと人類とヒトア族でエンジン・ゲンジン・キュウジンというふうになってきてこの最後の四角のこの部分が人類と呼ばれるものです。 一番下にまあ見覚えのある顔がありますございますけれども。でまあその中でまあ我々と共通するものっていうのをどこのレベルまで持っているのかまっ、あ、ほど申し上げたような共通の形質を持ってみるあの探していくとですねそうすると、えー、オスの絆とか肉食に関してはチンパンジーまで遡れるのではないかあるいは群れ生活 えー、オランウタンまではですね、やはり基本的にかなりバラバラのあの類似縁だったんですね。というのは類似縁は、えー、中心性という時間時代に、えー、果実食に依存することによって地球上に広がった。我々の統一祖先はフルーツイーターで一人暮らし個人生活者だったわけです。 ところがその個人生活者である我々の分類群の中で集団生活をする者が出てその中でオス同士が絆を強める者ができさらに最終的には森を捨て外に飛び出し共同体生活をするようになったそれが我々の歴史ですねということになります。 これでまだ7分の1なので、もうものすごい駆け足であと話させていただきますけれども、人とチンパンジーの類似性を比べる、人とゴリラの類似性を比べるということも大事ですけれども、えー、例えばコウモリとツバメは分類群は全然違いますけれども、一緒に飛びま、共に飛びますよね。ということに、共通祖先からの由来に基づかない類似性を、えー、非相同、ホモプラシーというふうに言います。ですので、 我々の持っている特徴で、チンパンジーと比較してもあんまり意味がなくてですね、少し離れた、えー、分類群とあの、比べると、我々の持っている特徴の、その、えー、根拠と言いますか。ここで、ここではですね、男女の絆ですね。チンパンジーの場合は男女の絆はほとんどありません。えー、あらゆる、あの、サル類の中で最も乱婚的で、 えー、あのつかの間の関係しかないですね男女関係はところが鳥を見るとですね鳥では9割の鳥が一夫一妻ですで男も弟ことがあってオスも子育てをします、えー、哺乳類の中でもハタネズミと呼ばれる、えー、それも平原ハタネズミと呼ばれるこれはもう非常にあの強固な一夫一妻性家族夫婦生活をします そうすると、なぜチンパンジーではなく、こういう動物やこういう動物が家族というものを作るのかということの生態学的な手がかりを調べるとですね、まあ、我々の夫婦の起源というようなものも浮かび上がってくると。まあ、今日は、あの、それ以上のことはもう言う時間がございませんので、えー、これ、これぐらいにさせていただきます。まあ、その他、例えば人は言葉を操ります。言語の起源も、 チンパンジーの中で言語の起源を見つけようと思っても非常に大変なんですけれども鳥のさえずりの中にはさえずりに規則性が見られるということも知られていて他の生物と比べることによって人間の言語の起源を考察することも可能になります、えー、あと3番目のアプローチですけれども まあ私たちは文化の中で生きています。えー、関東人と関西人では納豆が好きだ嫌いだというように文化は全然違いますよね。けれども我々は人類として世界中にこう広がった。これがあの今から5万年のぐらい前の間に世界中にバッと広まったわけですから、世界中のいろんな人たちの間で共通なものを見つければ、それはルーズが深いだろうというふうに思われます。 だからさっきの納豆のような話は、せいぜい100年、200年の話ですけれども、えー、そうではない。例えば、どの民族を見ても家族を持っています。で、男性と女性は排他的な配偶関係、すなわち夫婦というものを持っています。これはですから人類としては、えー、小規模伝統社会、あるいは狩猟採集生活時代まで遡れる。そういう、あの、人間の行動の形質ですよね。 え、子育てなんかも、あの、手間がかかる。ま、これに、オスたちが、よ、オて、男性たちが、養育参加をする、というようなことも、あの、見られますし、え、です、ですので、文化を超えて、ど、あの、どれほど、この、行動や心に共通性があるかということを調べるのも、え、進化心理学、あるいは人間行動生態学と呼ばれる分野の、非常に重要なアプローチになります。ここでは一例として、 あの男性と女性の死にやすさ死亡率の精査というものをご紹介します。これは20カ国の死亡率の精査でこの赤いところがあ横軸はですねこれ年齢ですね生まれてから死ぬまでの間この赤いところはオスとメスの死にやすさが同じであるということですけれどもどの年齢層でも、まあ、最後のところを除いて常に男の方が死にやすいこれはどの文化でも同じです。 それも20代のところに20代前半あたりに非常に大きなピークがあると。で、それがなぜ死にやすいかというと、やはりリスク、リスクを取る行動がですね、どの文化でも若者たちによく見られるということですね。これについてはまた後ほどちょっとだけご紹介します。この後はもっと書き足になりますが、その読んでですね、 えー、化石とか異物とかもう直接的な証拠からその当時の心をさ探るということも当然できます。これはあのエンジンの写真ですけれども、えー、我々現代人というのはもう最後、えーとまあ、今から600万年700万年の間にですねここは700万年としてありますけど食肥人類円人、現人求人・新人というふうにこうあの分かれるわけですね。 でずっと長い間アフリカに、この線はアフリカですけど、アフリカにいたんですけども、アジアに出たり、ヨーロッパに出たりしてですね、こう広がっていくわけです。えー、で、現代人は、まあ、最近の研究ではですね、現代人は、あのー、求人との間に、 え、遺伝的な交流も少しあったんじゃないかとかですね。あるいはデニソワ人と呼ばれる原人の流れを組む,組むような人たちとも遺伝的な交流があったんじゃないかとかですね。あの人類史は次々と塗り替えられておりますけれども、まあ大まかに言うと、まあこういう形で我々がいるわけです。で、この間、我々の体の方で見る,と見るとですね、一貫して先ほどのこの大きな流れで小さくなってきたものがあります。 それがこのラインですけれども、これが剣士です。次のスライドを見ていただきますと、左側がチンパンジーの剣士、こちらが人間の剣士、あの、剣士はここですね、剣士です。顎が小さくなったと同時に、剣士がすごく小さくなって、一貫して小さくなってきたということは、えー、男性間の身体的な直接的な闘争というのは減ってきただろうと。 もちろんその間、我々は武器を発明してますので、別の形で闘争はしているわけですけれども、チンパンジーという非常に、まあ、ある意味凶暴な生物ではなくなってきたということです。で、その他、まあ、いろいろありますけれども、二足歩行というのはこう段階的にこう進化してきています。それから、皆さんが一番こう関心があるのは脳の進化だと思いますが、脳の進化というのは実は比較的新しく、 今から200万年と300万年の間ぐらいからぐっと大きくなってきましたそれまでの円人たちはですね脳の大きさはほとんどチンパンジーとゴリラと同じなんですねただし直立してあの歩いていたということになりますでこれが脳の進化ですけれども今から200万年前ぐらいまではですねほとんどチンパンジー並みの脳の大きさしか持っていなかったんですけれども えー、人族、まあ、ホモ。我々ホモサピエンスですね。ホモなんたらっていうのがこの辺から生まれるんですけども、それで脳が大きくなり、で、最後になって非常に大きくなる。今、皆さんがだいたい1200ミリリットルぐらいですか ?1300 ミリリットルぐらい持ってるんですけども、えー、チンパンジーは400と500の間ぐらいということになります。そして、ちょうどこの脳が大きくなってきた頃、えー、我々は石器を用いるようになり、 え、社会に、社会じゃな世界、環境に対して働きかけて、道具を制作し、道具を使って、えー、新しいタイプの生き方を、あの、身につけていった。で、ちょうどこの頃、我々の共同体生活も、はた、始まったということになります。あと、えっ、ー、と、5番目にですね、我々のその身近な存在である子供とか、精神的な障害を持っている人たちとの研究によって、 我々のの心がどういうい順番で生まれてくるのか、あるいは特別な心っていうのは一体どういうことなのかということをあの考えることもできます。まあ、ここではあのチンパンジーと人を比べてチンパンジーのと人の子どもたちがどこが違うかということをこう見たものですけれども因果関係の理解だとかカテゴリー化とか他者の心の理解それから指さし先ほどあの「 あの、竹内先生のお話にもありましたけども、チンパンジーは指差しの理解が極めて苦手です、えー。模倣をするのも非常に下手くそで、サルマネと言いますけども、サルマネというのはほとんど、あの、チンパンジーにとっては難しい課題ですね。えー、それから、同情とか共感、えー。むしろ犬の方があのこういうことをまあ示したりするわけです。 えー、じゃあ、チンパンジーに心がないかっていうと、そんなことはなくてですね。まあ、これはあの、最後のディスカッションの材料になるかもしれませんけども、心っていうのは、一言で心って言いますけど、様々な心があるんですね。うん、特に我々の心の中で発達したこと心、進化で、あの、進化的に、非常に、こう、得意的に進化した心は社会的な心なんですけども、 それ以外の、まあ、もうちょっと科学的な心とかですね。そういうね、悩んでんうとチンパンジーもすごい能力を示します。今ここでビデオを見ていただきますが、これ何やってるかわかりますかね最初に1を押すと、残りが隠れて、で、今、あの、よそでは音がしてるのに向こうに気が取られてるんですね。このアイウンドイチンパンジーですけども、えー、30秒くらい経って、もう一回さっきの覚えてるわけです。で、これ正解なわけ これ人間には多分無理です。ということは、要するに、彼らの視覚的な情報、記憶に関してですね、えー、まあ、例えば数分程度の、もしかしたら数分までいかないかもしれませんけれども、記憶に関しては非常に映像的な記憶で、彼らは記憶の処理をしている。で、我々はもうすでに言語を獲得してしまったので、 こういうことはできなくなっているわけですけれども、ただし赤ん坊、赤ん坊って言いますか、幼いお子さんを育てた方は皆さん覚えていらっしゃるかもしれませんが、子供たちは映像的な記憶をも、あの、大人以上によく持ってるわけですね。もうおじいちゃんとお孫さんが神経衰弱でやれば、勝敗はもう明らかで、<laughs> まあ、あの、お孫さんの圧勝ということになります。<laughs> その6。 進化理論からの予測と検証。まあ、この辺になるとちょっとあの、えー、専門家の話になっちゃうんですけども、ダーウィンの進化理論から100年以上を経てですね、様々な進化の理論があります。その中には性選択の理論とか血縁選択の理論とかですね、いろんな理論があるんですけども、それを使って、えー、まあいろんな動物行動の研究が行われていますが、それと同じことを人間にも当てはめるということがよく行われます。 性選択の理論を非常に、あの、ええー、あの、単純化して言うと、えー、思春期、要するに繁殖前期のオスは配偶者探しに夢中になる。えー、繁殖期を前にしたオス同士は激しく争う。えー、オスはメスの行動を力ずくで制限しようとする。といったようなことが予測され、多くの動物群では、まあ、それは、あの、あるわけですね。まあ、血液選択の方は、今ちょっと省かさせていただきます。 どんな動物を見てもですね、えー、基本的にはオス同士が争いますもちろん世の中には例外がありますので性役割の逆転でメス同士が争う動物もいないわけじゃないんですけれどもカブトムシでも、えー、ゾウアザラシでも繁殖機会をめぐってオスたちは殺し合いさえするというわけですね、まあ、人間でも、えー、オス、まあ、これはグループですけれども、えー、ロメオとジュリエットとかですね、えー、その他まああの えー、いろんなあ殺し合いなんかもですね、えー、若い人たちがするわけです。この具体的なデータをお見せしたいと思いますけれどもやはりこれは横軸が年齢ですでこれ縦軸が殺人率でこれが男が男を殺す20代前半にピークがあります。女性が女性性がを殺殺すすすほととんどないわけででねじゃあ何で男男のか あ、で、これはですね、実は二つの社会です。一つはシカゴ。これ縦軸で目盛りが三桁です。で、もう一つはぴったり重なっていますけど、イングランド・ウェールズでですね、ほとんど殺人が少ないところ。けれども、殺人が多いところでも、少ないところでも、殺人を、男性間の殺人がどこで一番起きやすいかっていうと、やっぱり繁殖前期の、えー 10 20代代後半20代前半前のオスたちで殺し合いいが一番多いということですねこれはあの殺人のデータっていうと社会,が社会科学の研究だと思われるかもしれませんけども非常に単純な性,の性と年齢という2つの変数だけで殺人行動が記述,記述できるということです。まあ、その他配偶者防衛行動、えー、これはですねトンボのタンデム。 ご存知ですよね。こういう形でトンボを飛びますけども、なぜこういうふうに飛ぶんでしょうか。でどっちがオスでどっちがメスですか。だいたいあの、聞くと、まあ、だいたい半々ぐらいでお答えになるんですけども、実はこちらの体がオスです。で、メスの首根っこを押さえています。要するに、メスの行動を制限して、メスが他のオスと再交尾しないように、前の お前の,あの行動は俺が制限するという、まあ、あの行動制限これを配偶者防衛行動と言いますけれどもそのような行動は、えーあのえー、動物界では非常によく見られます。と同様なことが人でも見られるかっていうとまあ大奥っていうのはもう隔離してるわけですよね奥様っていうのはあんま出ちゃいけないから奥様だったんです昔は。 まあ今もういい、いい時代になってますからいいんですけど、あとベールにしても転職にしてもですね、女性の行動を制限、間接的にはしてますね。もっと直接的には女子活霊だとか低層帯とかですね、えー、浮気や不倫のダブルスタンダード、えー、多くのドメスティックバイオレンス、ドメスティックバイオレンスのほとんどは男性が女性に対して行うものです。まあこういうことも進化的なあの理論から十分予,予測できる行動ということになります。 で最後はあの少し違うんですけれども、えー、7番目。我々が進化してきた古い環境と現代環境の間には大きなズレがあります。まあ、それによって、まあ、現代社会で、えー、あの我々の心がかつての,その進化とどういうミスマッチを起こしているかということが最近たくさん論じられるようになりました。えー、それが進化医学と呼ばれる分野ですけれども、 特にこの右側の人体600万年史というのは、えー、先週朝日新聞ですかその前の週は日経新聞うちの家内が書評を書いていますけれども進化の中であの適応的だった体がいかに現代社会でミスマッチを起こしているかということをあの、えー、すごく面白く書いたエキサイティングな本ですのでご覧いただければと思いますさて最後2分ぐらい我々はどこへ行くのか、えー、道具を操り高い知性を持つ人は 生息、生活環境、日、まあ、チをですね、自らの手で改変してきました。特に農耕牧畜が1万年前に始まり、えー、文明、近代産業化によってですね、どん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 自分たちの環境を変えてきたわけですね。で、ちょっと前にお話したように、我々が進化してきた古環境と現代環境の間には大きなズレがあります。えー、古環境への適応形質が現代社会では不適応を起こすことがたくさんあります。 えー、人の改変によって地球環境は、えー、本来の境界を大きく変えてしまいました。まあ、これあの,、えー、あの学研究者の間はフューチャーアースの問題として大きく取り上げられています。人工爆発一つとってもですね最後のところでこうなったわけですね。でもこれがどこまで天井知らずなのかまあどこかでこう、えー 頭打ちになるのか。まあ、頭打ちになるんでしょう。しかし、その時に、みんなが、みんながいい暮らしをして、欲望を全開にした時に、我々の地球環境がサステナブルかどうか。これは、まあ、みんなで考えていかなきゃいけない問題ということになります。まとめです。えー、人は遺伝的にはチンパンジーと非常に近い。今日、お家に帰られたら、えー、奥様、旦那様に、えー、あなたチンパンジーなのよ。先生がそう言ってたって言ってください。 えー、二足歩行を身につけた戦士人類は、類人猿の伝統的な生活、森,森での果実食者を見切りをつけて乾燥地に進出しました。その結果、社会、えー、共同体社会になって食べ物が変わり、子育てが大きく変わりました。で人の知性と脳は、えー、祖先の共同体生活の中で育まれてきました。で人は自らの環境を改変する特殊な動物になってしまいました。 で、人の知性と欲望によりえ、地球環境まで大きく変わって、ある意味臨界点,臨界点を超えつつあるとえ。自分たちがいかに特別なチンパンジーであるかを理解した上で、人類の将来について考えていく必要があるのではないかと思います。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。<laughs>